さん女の前にチラチラ見るはありゃなんじゃとことんやれとんやれな俺は朝敵征伐せよとの錦の御旗を知らないか。時は慶応3年12月、王政復古の大命発せられ世の中収まるかに見えたが、ここに幕軍と官軍との最後の戦いの火蓋が切って落とされたのである。やじきたも官軍で働くが疲労困憊。二人が助けた山嵐は今や彼らに号令をかける身となっていた。うわダメだ疲れた。こら頼んどるぞ。いかんいかん。なんだこれほどのことで夫婦息を切ってどうする。命を投げ出して従軍志願した時の心持ちを忘れたか。忘れません。翌朝時には楽しまなければ身が持たないと一同大いに楽しんでおります。うん、けしからん。貴様らこらこら、いかんいかん。はあ、何をしておるのだバカ者。我が根のような声。水を配るか。水をさっさと汲んでこい。こらこら、行け。水を汲まんか。まだ汲めぬのか。おいおい、どういうつもりだ貴様ら。まるで分かってない。いいか、水汲みというものを汲んだ水を流しておっては朝から晩まで汲んでもいっぱいにならぬということがわかんか。申し訳ないであります。十分注意させます。ん？あっ、こら、どういうつもりだ。こういうつもりでございました。おい、お前がなんで叩くのや。鈍い。涙を飲んでお前を叩く俺の腹がわからんか。俺の腹が、ん、貴様の腹がなんじゃ。はい、腹はあります。その腹が空いたのであります。したがって戦はできん。まったくぶったるんだろ。いかいかん。大いに気合を入れる山嵐であります。かくして官軍は伏見鳥羽の二軍に分かれ防御線を張った。戦闘は開始された。時正月3日の夕暮れ時。第三組は直ちに戦線へ弾丸を運搬せい。はあ、出る杭は打たれるぞ。え、真面目にやれ。分かったら分かったら。何をしておるのじゃ。ソウル、遊ぶな。フラフラするな。逃げるな。こら、何が何やら分からなくなってまいりまして、最後はこれ。はあ、見事当たったな。大したもんじゃ。え、驚いてる場合か。大変だ。こら、よし、目には目を、歯には歯を、よいか。ん、えい、あ、よし、うん、単純なもんだな。どういうつもりだ、こら。待て、待てる、待て、待て、待てる、待てる、待て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 る、待てる、待てる。
こういう小さな喧嘩になるとがぜん元気になるこの二人。お、急に視界が明るくなったぞ。激戦。弾丸運びは容易ではない。ブルブルと震えているヤジキタ。やっぱり当たった。恐ろしいもんじゃな。まったくだ。わしらは死んだのじゃ。気分はどうやった？あれが死んだのなら死ぬのは怖いことないな。今のままに死んだと思って、この御旗を持って敵軍の中に歩いていこうか。そうしよう。トカン、トカン、トカン。よし、トカンだ。なるのはありゃなんじゃ、とことんやれとんやれな。あれは朝敵、おいらを殺そうと打ち出す玉じゃが怖くない。とことんやれとんやれな。ヤジさんヤジさん、おいらの前でポンポン鳴るのはありゃなんじゃ。勇敢なるヤジさん北さんの奮闘を見よ。映画一巻の終わりであります。Thank you.
I Was Born But is a 1932 film, and it's a silent film, and they're very extremely rare. Almost all the I would say about 90% of all silent film has been destroyed in Japan by natural causes, the earthquake, or by unnatural causes like the bombing of Tokyo. Ozu himself said that it's supposed to be a comedy, but it came out sort of dark, says Ozu. And so this extraordinarily honest film, which tells a lot about society, a lot about kids, a lot about fathers, is something where the balance is so right that, of course, it's a masterpiece. And that's one of the many ironies of the film, is the boys have adjusted. The boys could adjust to anything. They adjusted to their empty stomachs when they ate their breakfast. They adjusted to their fathers being an idiot. They've adjusted to that. They're starting to adjust to the ways of the adult world, which, as their fathers told them, is a false world to live in. They'll probably never question it again. That what we saw was the last of their innocence. They've become equipped for society now. Which is heartbreaking? Yeah, because society isn't worth all that. And Ozu seems to be telling us that this kind of innocence, exemplified by the boys, is precious. And that would be one of the reasons it doesn't last.例えば私の場合はお母さんが病気で倒れて、でうちわでこう仰いであげてるカットがある。そして手を下ろしてこう時計を見て駅にお兄さんたちを迎えに来ますっていうカットがあったんですけれども、うちわを3回だったかな5回だったか動かしたら手を下ろして時計を見てっておっしゃったんですね。だからその通りにやったんですけれども、その時になんかこう監督さんのこうリズムみたいなものが終わりなのかなって思ったんですけれど、だいたいカメラの位置が低くて、こう床を見せないでこう低いとこう天井も入るし、なんか立体感が出るっていうか、なんかそういうお考えもあったように思いますね。Thank you.
溝口監督は一切演技指導をなさらない方なんです。でセットに入りますと監督さんが椅子に座ってらして、じゃあやってみてくださいっておっしゃるだけなんですね。ですから俳優の演技をご覧になって、それからカメラの位置を決めるという、そういう演出のなさり方だと思います。それとその溝口監督が独特のおっしゃり方でしたけれども、そのリアクションを反射してください、相手の言葉とか動きに反射してください、それをよく見て反射してくださいということも本当に何遍も言われましたからね。だから芝居というのは自分の番が来たからセリフを言うとか言うんじゃなくて、相手の動きとかセリフに反応して初めて自分の動きと言葉が出てくるんだっていうことをとても教えられましたから、黒沢組の場合もやっぱそういうシーンが多かったのでね、いつも反射反射と思ってやってました。何遍やっても、OK が出なくて、で監督さんは一切そのどこが悪い、どこをこうしなさいっておっしゃらないもんですから、どうしていいか分からなくて、何回も何回もテストしているうちに私は本当に疲れてしまって、全く意識なくこう転んでしまったんですね。バタンとこう胸も打ってしまったし、ものすごく痛かったんですけれども、でもそうした時にその瞬間にこうなんて言うんですかね、自分でもわからないんだけど、この中からこうわーっとこう湧き上がってくるような感情が感じまして、でそのままこっちにいるモヘイにそのままぶつかっていって、ラブシーンになるわけですけれども、そしたら監督さんが、お前の人生きていけると思ってるのか、ここにやない、私の夫や旦那様や、悪ございました。お徳さんが本番行きましょうっておっしゃったんですね。ですからその時に、その時は分からなかったんですけど、後から考えて、やっぱり芝居というのは頭で考えてはいけないんだ、自分の体でぶつかっていく、それでもう余計なものを全部そぎ落として、体でもう心からぶつかっていかなくちゃいけないんだなっていうことを教えられたと思うんですね。ですからそれが芝居の根本でなきゃいけないんだなっていうことを教えられた気がするんです。ですからあそこカットは今でも忘れない。また自分が繰り返し見るたびに、その時のこう自分の中の気持ちっていうのがね、また蘇ってくるんですね。病気やわな、不良症状中。
立派な病気やわ。なあ、お医者はん。なんやねん。こないになった女子はどないして治さはんねん。さあ、そら僕にもわからんわ。就是很小的时间就看他们的片子比较多吧，因为直接跟他们面交面的还是比较少的，没有跟他的真实的人我们没有看见，我们毕竟时间这个时间还是很小的了，很小，就是拍的挺生动的啊，挺现实的，那个社会就是这样，对吧？哪能啊？香油了。啊。
Oh.
nearly a decade later, in an American film called Mildred Pierce, Joan Crawford finds herself on a similar bridge, contemplating a similar fate. Because this was Hollywood, romantic cinema, of course, the attempted suicide is depicted beautifully, her face sculpted in light, shallow focus, emphasizing her eyes. It would take